くだらないもの工房のバーチャルおきつね風卓上セーブポイント職人の匠です。さて、今日はちょっと真面目な VR のお話です。先日アドバンスメディアさんの国内初対話型 AI アバター葵の体験ワールドにお邪魔してまいりました。こちらが葵の近くで話しかけると答えてくれます。こんな感じ。こんにちは。ごきげんよう。アミボイスのショールームワールドへようこそ。メニューをご覧ください。おしゃべりだけじゃなくてワールド内を移動して、パーティー会場のご案内とか、おすすめ商品を教えてくれたりとかもします。 AI アバターの葵は AI が動かす VR ユーザーそのものなので、 VR チャットのユーザーができることは、基本的に何でもできると言います。アバターの変更やアバターの中に仕込んだギミックを使うこともできるらしいです。ワールドに固定された NPC と違って、どんなワールドにも連れていくことが可能です。自分もやってるアバターワークによる接客はもちろんのこと、自分のパートナーとして一緒に行動することもできるんじゃないでしょうか。自分なりに他にもこんなことできるんじゃないかなっていうのをいくつか考えてみました。 VR 空間内で撮影をする時のサポートをしてもらったりだとか、音声認識を使って翻訳とかしてもらったりもできるんじゃないでしょうかね。ゲームワールドの中で住人をやってもらうと、一緒に冒険に出る謎解きのワールドとかで、自分が指示を出して AI の葵に謎を解いてもらう、そして自分が別のルートから行く、協力ゲーみたいなこともできそうですね。アバターを変更できるので、犬とか猫とかペットとして一緒に遊ぶこともできるんじゃないでしょうかね。昔デトロイトビカムヒューマンっていうゲームがあったんですけど、この中に出てくるアンドロイドのサポーターぐらい優秀なパートナーになるんじゃないでしょうか。1ユーザーに対して1 AI アバターみたいな未来が来るかもしれません。今後どんなことができるようになるのか非常に楽しみですね。以上、現場から匠でした。こんな感じで VR の情報とかも発信していこうと思っておりますので、チャンネル登録なんぞよろしくお願いいたします。ではまた。